のユニフォームでこの試合に臨みます。共に2日間かけて相手チームの研究はしてきたという両チーム。琉球のキックオフで今試合が始まりました。明治安田生命 J2 リーグ第17節、現在左から右に風が吹いているという状況の秋田市ソユースタジアムです。ショートコーナーを選択してきました。さあ巻いてきたボール、これはそれていきました、茂のところ。ここ少し出してからボール非常に速いスピードで、風も利用してディフェンダーにとっては非常に嫌なボールを上げましたけど、これどちらかとはスライドしていく中でもしっかりボールに対しても1枚もいけるようにしたいですね。さあここは中央の位置に入っていってシュートを打ってきました。これはクロスバーです。よく猪瀬も触っていました、茂のシュート。そうですね、やはりセカンドボールにはなりましたけど、ここでワンフェイクして自分の一番打ちやすいところによく運びましたよね。はい、シュートはスピードはありませんでしたけど、ボキの中まで入ってきています。外に開いている鈴木純也、鈴木純也ここはクロスを上げる、ヘディングはそれていきました、斉藤啓太のところ。木野選手がやはり優位性を持ってボールを運んで鈴木純也選手をフリーにしましたし、このクロスの質も再三非常にいいボールを上げてましたし、はい、ディフェンスとディフェンスの間に入った斉藤啓太選手も非常にいいポジショニングからヘディングでしたけど、上がっていって田中啓太、上里です。ホイッスルが鳴っていますか。ここで長いホイッスルが鳴って前半が終了です。後半は右から左に攻めるのが秋田、左から右に攻めるのが琉球です。プレッシャーをかけていっていました上原。琉球のスローイン、さあここから阿部が持ち出していってシュート、このまま決まりました。阿部がこのアディショナルタイムだと思いますけども、はい、跳ね方も非常に良かったと思いますけどね。これが決まって考えるとね非常に悔やまれますけども、残り時間も考えて斉藤龍選手のところも強いのでね、はい、狙いたいですね。さあここは三上突き刺しました。三上の今季初得点はアディショナルタイム手にシュートまでのトラップと、あとは体を左手でうまく抑えながらシュートは落ち着いてましたね。本当にこの時間帯のゴールでは非常に大きかったと思いますね。キッカーに対してね、はい、選手もメッセージ伝えましたけど、茂木がキッカーです。この人も非常に精度のあるキックを持っています。低いボール、これはクロスバーのところ。共に勝ち点1、ドラマは終盤に残す。